真っ青になんねん。その時はもう空と友達ってぐらい真っ青、ほんまに青。それを楽しみに人間は秋を迎えるっていう話やねん。わかった？へえ、そうなん。青になるんか。
ちょっと俺見てみ。外葉が赤っぽくなってるのわかるかな。これが秋になってもっと涼しくなったら真っ赤になったりピンクになったり綺麗な色にみんな染まっていくんよ。ちょっと先輩、俺何色？いや、青ではないと思うんやけど。なってからのお楽しみっちゅうやっちゃ、待っとれ。みんなめちゃめちゃ可愛くなるから大丈夫、待っとき。ただな、その次に待ってる冬っていうやつが超寒い。でも秋と冬って人間が毎日会いに来てくれるから楽しいよ。柳さんは会いに来すぎなところあるけどな。これは夏越しを手伝ってくれた人間へのお返しでもあるからな。じゃあ後輩たち、もうちょっと暑い日は続くけど紅葉に向けて頑張るぞー。おーい。いつも僕たちが喋るのを楽しみに待ってくださってありがとうございます。私たちも頑張って残暑乗り越えるから、人間の皆さんも多肉ごと頑張ってくださいね。先輩組はしっかり根っこ出ましたんでご安心を。この動画が面白かったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。